アドさんに電話で超うるさくしたら、うっせわって言ってくれるの？超うるさくしよう。ヒカキン TV Everyday。ブンブンハロー YouTube。どうもヒカキンです。いやー、ヒカキン TV10 周年コラボ。今回、とてつもないコラボです。はい、タイトルにもある通り、もう今やね、大フィーバー。超人気、超有名、歌い手のアドさんと今日初めて電話します。ガチ初めてです。いや、僕も緊張するんですけど、いきなりドッキリですよ。アドさん知らないからね。怖え、こっちも。アドさんと言ったらね、うっせぇわでめちゃめちゃ大ブレイクされて、でね、その後もめちゃくちゃヒットソング連発、もうギラギラとかね、音とか、もうとてつもない再生数なんですよ、 YouTube でもね。僕もね、曲も大好きなんですが、今日はアドさんに初対面で、まあ初めてね、電話本当に初めて話すんですけど、超うるさく、もうね、はっきり言ってマジうぜぇなーって思われるくらい超うるさく、こういう俺準備したんですよ、これ全部。これ、ね、太鼓とかね、アドさん、アドさんとか、アドと、アドと、アド、アドとかね、とかね、その他クラッカーとかね、このタンバリンとか、このラッパとか、あとね、まあちょっとこれはまあ、あんまりちょっとまだね、ネタバレしたくないんですけど、これ秘密兵器とかあるんで、ちょっとはい、これはね、アドさん好きな人だったらちょっとね、わかる人がいるかもしれないんだけど、これは秘密兵器。これらを使って、電話で初めましての瞬間から僕本気で、初対面ドア玉から、うわぁ！アドさん、アドさんって言ったら、アドさんは、はぁうっせぇ、うっせぇ、うっせぇわって、うっせぇわってね、ワード出してくれるのかっていうのを、初対面なのにやりたいと思いまーす。嫌われたらどうしよう。で、今回アドさんには、普通に初対面でいろんなことを聞きたいです。インタビューさせてください。としか伝えてないんですよ。あとはね、ちょうど新曲の MV が公開されたりしてるんで、それについても本当は聞きたいんですけど、いろいろなんだけど、裏でそういうの仕込んでます。で、ドア玉からね、僕ほんとぶっ飛ばして、めちゃめちゃうっせぇわって言われるように頑張るんですけど、だんだんね、ギア上げていきたいと思います、最後に向かって。で、本当に最後まで言ってくれなかったなーってのだけは避けたいんで、最後本気で必ず言っていただけるように頑張ります。マイロ、もしうるさくしすぎてアドさんに嫌われたら、後で謝ろうな。謝るの取っとくか、最初にな。うるさくてすいません、次に謝っときます。よし、これで大丈夫だな。みたいな、アドさんな、優しいから大丈夫大丈夫。よし、それではもうそろそろアドさんと電話の時間なんで、準備します。マイロマイロ、ブーンブーン。それではいよいよガチの初通話というか、初対面というか、本当にガチでこう通話で話すの初めてなんで緊張するんですけど、じゃあ呼んでみたいと思います。アードさん。はい、アードです、よろしくお願いします。あっと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 、本物のアドさんですよね。え、本物です。え、これドッキリとかじゃないですよね、偽物じゃないですよね、本物ですよね。なんで偽物なんですか、逆に。まあ、いっぱいいるかもしれないんで、もうすでに一応本物です。あ、はじめまして、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、新曲おめでとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。いやー、もう今日ね、せっかくの機会なんで、僕聞きたいこと山ほどあるんですけど、はい、大丈夫ですかね、いっぱい聞いちゃって。いや、全然大丈夫です。ありがとうございます。ちょっともうテンション上がっちゃって、ちょっと頭おかしいかもしれないですけど、はい、許してください。全然全然。でも今日いい天気ですよね。今日でも暑いですね、とっても。夏と冬どっちが好きですか？いや、冬ですね。あー、ぽいっすね。いやー、いい天気ですよね、今日。はい、はい、じゃあ聞いていきますね。生年月日は、はい、2002年生まれの10月24日です。はい。すいません、なんかこのノリ、おっさんだ。いや、僕もいろんなやっぱお仕事する中で、はい、2000年代生まれって言われることってまだあんまないんですよ。はい、いや、若いっす
ですね、18歳。18で今年19になります。あー、なんか喋りとかがしっかりしてるんで。いや、とんでもないです。全然なんかそういうあどけなさみたいなの感じないですよね。これなんか YouTuber の 100の質問みたいに、はい、ガンガン質問あるんですけど大丈夫ですかね。全然大丈夫です。あ、ありがとうございます。ズバリこれ聞きたい。はい。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物はお寿司が好きです。あー、お寿司といったらその中でもさらに好きなのが、やっぱりマグロ。僕は、言っちゃった。いやー、すみません。いや、予想しようと思ってた。僕も今言うのが遅くなっちゃった。いや一緒です。いや、マグロ一番好きです。いや、もう美味しくて絶対食べます。うまいですよね。サーモンよりマグロ派ってことで。いや、マグロです。月とか週にどんくらい寿司食べるんですか。そんな頻繁には食べませんね。月1ぐらいですか、ね、あ、そう。おー、普段はじゃあ逆に寿司はたまにしか食べないってことで何食べてるんですか。普段、何食べてんだろう。そうですね、最近はスープにハマってて。スープ。何これ。あ、ちょっとなんかでしょ。スープ。スープ。これな、何これ。スープ。え、な、何これ。なんだこれ。まあいいや、はい。スープ。いやー、話せて嬉しいですよ、僕、本当に。いや、もう光栄です、私も。アドさん。はい。え、アドさんなんですか、それともアドさんなんですか。そのアドさんなのか、はい。正式な発音ってどんな感じなんですかね。私はアドだと思ってるんですけど。アド、はい、これ皆さん間違えないでくださいね、この動画見てる方。アドさんです。まあ、間違えてる人いないか、あんまり。でも、なんか、でもたまにアボとか言われるんで、なんでもいいかなって。え、なんて言われるんですか。アボとか。アボ、アボ。B の方。あ、確かに、A は大文字だけど、はい、D から小文字だから、反転して見ちゃうんだ。そう。あー、アボ。アボ。アボ。アボアボあ、すいません。じゃあ次。アボでこのクラッカー上がることないなって思って。あ、そうですよね。いや、もう今日は特別な日なんで、ちょっと、はい。いつから歌とか音楽に興味を持ってこう始めたんですか。やっぱりこう、例えばね、周りの友達は、はい、普通ってね、そんなにまあ本気で歌ってこうとか、歌い手になろうとかって、まあ、周りの友達はそう思わない人がまあ多い中で、はい、いつ頃からそういう思いが強くなってきたんですか。そうですね、歌い始めたのは小学5、6年生ぐらいの時ですかね。おお、早いっすね。早いですかね。え、それで、はい、だって今18歳じゃないですか、はい、小学5、6年生って言ったら11、2歳とかっていうと、そうですね、6年しか経ってないじゃないですか。6年か、でも、いや、6年も過ぎた。いや、ちょっと待ってください。え、ちなみに初投稿、その、はい、ニコニコ動画とかに初めて歌ってみたとか、初めてインターネット上に自分の歌を投稿したのはいつですか。それは14歳の中学2年生の時に初投稿しました。4年。ちょっと待ってください、これ、はい、僕、運命感じてまーす。っていうのも、僕、はい、すいませんね、自分の話だし。いや、そう。僕、小学校の頃に、はい、ビートボックスを始めて、はいはいはい、中学校2年ぐらいの時にネットに音声ファイルを投稿して、はい、まあ、そこから売れるまではアドさんより倍以上かかったんですけど、ただそのなんていうんですかね、スタートする時期がかぶってる、はい、すごい、なんてことだ。嬉しいっていう気持ちですね。すごい賑やかな。そうなんですよ、まあ、やっぱ YouTube 賑やかにやっていかないと、はい、いやー、そうっすか。それで、はい、火がついたのって、僕マジびっくりしたんですけど、はい、1年経ってないっすよね、バカー
ーアドーって言ったのって、はい、あれってだって11ヶ月前くらいだと思うんですけど、そう、いやそうですかね、やばいっすよね。だ はい、それまではだって普通の、まあ、投稿はね続けてたとしても、はい、今みたいな状態とは違って、はい、もう結構普通の学生っていう感じだったんですか。いや、まあ、そうですね、普通の何も何もなんかもう適当な学生をしていたんですけど。あ、そうですか、はい、でもそこでこういきなりやっぱなんていうんですかね、自分でも予想してないところでいきなり一気に有名になったっていう感じですか。そうですね、いや本当になんかこうヒットしたらいいなとか人気に有名になったらいいなとは思っていたんですけど、なんかまさかこう、はい、こんなもうアドっていう名前がいろんな方に知って、もうそれこそヒカキンさんにアドっていう名前を知っていただけてるなんてちょっともう夢みたいななんかもう、いや何をおっしゃいますかみたいな。いや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 、でも僕も多分 TikTok とか、はい、YouTuber がね歌ってみたとか、だからアドさんはね歌ってみたでこう最初キャリアスタートされてると思うんですけど、うん、はい、それがもうね歌われてる側に行ってるっていうので知りましたね多分。あー、なんかみんなこれ歌ってるけど、はい、って言ってやっぱ本家に行き着くじゃないですか大体、はいはい、そうだからそういうのでもうガッときましたよね。それ多いです。いや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 、でもそれで言うと一気にこの1年かからずして、はい、下手したら1ヶ月2ヶ月のレベルでなんかこう全く違う世界来たぐらいの一気に有名になられて、はい、何が一番大きく変わりましたか。何でしょう。で私は顔を出しをしていないというか歌い手さんって顔を出していない方が多くて、で私もその活動のスタイルでやっているんですけど、だから自分の身に何かが起こったとか変わったとか、例えば街中で声をかけられるようになったとかはないですね、何にも。あ、特にはないです。ええ、でも、はい、でも何だろう、例えばですけど、まあ、はい、どんくらいアドさんがね、あの街中とか、はい、あの人の話がね聞こえるところに行くかっていうのにもよると思うんですけど、はい、その「えっていうかさアドがさ」とか言ってこう何か例えば飯屋行ってたとか、はいはいはい、なんかそういう時に「えアドのさ」とかさ、その全くここにいるって知らずにみたいな、はい、なんかありました。でも私は体験したことないんですけど、なんかマジっすか。身内や友人とかはなんか知り合いの子供たちが歌ってたよとか、なんかそういう話は聞きますね。あ、いや売れたやつだなそれ、売れた証拠だ。あ、その子供たちは知らないってことですか。知らないっていうか、この近さにアドがいるということを。そうですね、知らない子が多いと思います。なるほど、はい、友達は少し知ってる人がいる。いや、友人は全員知ってますね。マジっすか。はい、あ、そうか、もうそれはもう下積みから私こういう歌い手やっててっていうのをずっと知ってるからみたいな。そうですね、もう私は、ああ、じゃあそうです、アドっていう名前で歌い手やるよみたいなことをずっと言ってて、で応援してくれてた友人たちですね、全員。それは信用できますね。はい、いやでもここはやはり32年生きてきた大人からしてちょっとこれ言わせていただきたかったんですけど、はい、やっぱり本当にその人たち以外に正体明かしちゃいけませんね。いやもう絶対ダメですね。そうですね、ちょっとなんか僕テレビとかなんか取材とかのやつ見たことがあって、はい、その友達でも知ってる人はって言って今聞けてよかったですね。そのずっと知ってくれてる人だけなんだっていうのが。そうなるほど。それで言うとまあ細かいところになってきちゃうんですけど、はい、美容院とかでチョキ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 シャンプーって感じで、その方は知らないんですか。その方は知らないと思います。おお、すげえ。お、あ、そうなんですね。はい、じゃあなんか、あ、そっか、学生かってことになってるみたいな。なんかそうですね、普通のお客さんとして見られてると思います。ああ、そうですか。じゃあこれ聞くしかないですね、はい、最近、はい、アドを聞いてるんですけどどうですかって聞くしかないですね。ちょっと自ら仕掛けに行くんですか。ちょっとそうですね、そのスリルを味わってほしいですね。怖すぎる。怖い。でも絶対疑われないですよね多分。いやそう、でもそうですね。なんで僕逆にね、もう、はい、あ、ヒカキンやん一撃になるタイプなんで、はい、そのなんだろう、僕がそのじゃあなんていうんですかね、スパイダーマンじゃないですけど、はい、ああいうなんか正体を隠してじゃないけど、こうマジ痛くなるっつうの多分僕だったら。ここだけの話。それはでもちゃんと、いやーすごいですね。はい、じゃあ本当に数少ない人たちだけが。そうですね。
リさん、すいません、なんかこんないやインハーっぽいこと聞いちゃっても、でもやっぱりアドさんって謎っていうすごい謎めいた感じがあったので、やっぱちょっと聞きたくなってしまって、いやいやいや、ございます。ちょっとこれガラッと変わった質問なんですけど、はい、今日のスクリーンタイムを教えてもらってもいいですか？今日のスクリーンタイムは、スクリーンタイム、あ、一応ね、これ知らない人のために説明すると、はい、スクリーンタイムというのはね、このスマホをどんくらい使ってるかみたいな、何にどんくらい使ってるかみたいな、はい、1日の平均ってやつ、何時間何分ってなってます？10時間22分うわ、負けたんだけど。何時間だったんですか？いや、これはね、やっぱね、やっぱり僕も YouTube でね、はい、ブイブイ言わしてますから、これ、僅差で負けてますけど、はい、10時間10分です。あー、僅差。あ、いや、今の、あーがかなりアドさんって感じ、ね、そして、すべてのアクティビティを確認する。やばい、今日が出ますね、これ今日、今日は5時間24分そんな使ってんの？勝ちました。8時間57分あ、ちなみにこれ何が何時間みたいなのって出てます？出てますね。何が何時間ですか？ YouTube が一番多いですね。 YouTube がよく使われたもの1時間39分え、ってことはまんべんなくいろんなの使ってますね。そうですね、 Twitter とかも使いますし、 YouTube とか Twitter とかの SNS と動画系が多いですね、はい、あ、結構ツイートとかされてますもんね。そうですね、やばいっすよ、もうこのメモ、僕メモ4時間っすよ、メモ4時間、メモ4時間これなんでかっていうと、アドさんに何聞こうってずーっと。すごい。すいません、もう多いんですよ。だから、いやいやいや、あ、 YouTube どんな動画見るんですか？ YouTube は YouTuber さんの動画結構見ますね。へえ、やっぱりそうっすよね。だってもう物心、あれ何歳ぐらいの時から YouTube って見始めてるんですかね？私は6歳ぐらい、6歳、7歳ぐらいの時に見始めた気がします。え、6歳っていうと12年前。え、見んの早くないですか、それ YouTube って、はい、だってめっちゃ早いですよね、みんな。早いと思います、結構。え、12年前、何の動画見てたんですか？なんでしょう、あの、なんだろう、ボカロの二次創作の動画とか見ていた気がします。いや、早いっすね。やば。で、今ね、YouTube 結構見てるっていう話だったんですけど、はい、YouTuber になるなら、もしね、もし、本当、もしの話なんですけど、はい、どんな、何系 YouTuber になりたいですかね？うわー。一応、ちなみに、歌ってみたとかのやつが禁止で。はい。はい、当然、はい。困った。困った。なんでしょう。え、本当ですか？結構ありそうだけどな、でも。いやー、もう想像できないですね、自分が他のジャンルの YouTuber になっているっていう。いや、だってできそうなやつ僕すぐなんかいっぱい浮かんでくるんですけど。はい、なんだろう、ゲーム実況とか。いやいや、もうてか、いやもうてかしてますよね、そもそもね。まあしてますけど、はい、いやもう下手くそで、実況とかもゲームとかも。あ、そうですか。はい、ゲーム実況ではないってことですね、じゃあね。ダメだ、ASMR 系 YouTuber しか思いつかなくて。あー、わかりましたよ。 ASMR で、はい、こう、シーってやってカラカラ、カラカラっていった瞬間にダーって言うんですよ。ダーっていうのをやる過激なやつ、地獄みたいな。鼓膜破壊系 YouTuber ですね。最低だ、最低だ。あ、でもちょっとめっちゃ意外でしたね、 ASMR 系 YouTuber。 いや、それしか思いつかなくて。あ、そうですか。はい、アドさん、やっぱり歌ってことで、はい、なんかこう、まあ、小学校の頃からそういう歌に興味が出て、歌い手の動画とかをね、聞くようになって、はい、とは言ってもやっぱね、普通にこう、例えばなんかね、アーティストとか歌手になる人ってね、こう、はい、人によってはやっぱボーカルの教室に通うとか、音楽のね、学校に通ってとかあると思うんですけど、はい、アドさんは、なんだろう、どういう風に自分の歌の技術とか、歌のスタイルとか、誰かに教わったりとか、なんかあったんですか、そういうのは。いやー、基本は独学と言えばいいんでしょうか。好きな歌い手さんの動画とか、好きな歌い手さんをなんかもう買った、はい、いろんな動画をずっと聞いてみて、で、この歌い方かっこいいなとかあったら、なんか真似してみたりみたいな。それをでも自分なりにこうアレンジして自分のものにしていって、オリジナルっぽくするみたいな。そうですね、
あんま覚えてないんですけど、多分そんな形でできたのかな、多分そうだと思います。同じです、僕も嬉しい、あ、そう、なんかいろんな取材とか受ける中で、はい、こう誰かから教わったんですかとか、そういう教室とか行ったんですかとかいう聞かれるんですよね、僕も、はいはい、それがやっぱり、いや、もう僕にとっての先生は YouTube でありニコニコ動画であるみたいな、そんな感じですよね。そうでした、私も。うわー、年離れてるようでちょっと嬉しい嬉しい。これ僕ちょっと聞いてて知ってたんですけど、はい、レコーディングを家のクローゼットでなんか自前の機材みたいのでやってるって聞いたんですけど、はい、マジっすかっていう。そう、本当です。それもうさすがに最近はもうスタジオ入ってとかじゃなく、いや、リリースしている楽曲はさすがにスタジオで撮っていますが、でもなんかスタジオで撮っているって言っても、はい、家のクローゼットと変わらないスタイルで、一人の空間でもうなんか家で撮ってる感覚でやってますね、スタジオにこもって。あ、じゃあそこにエンジニアさんがいて、いや俺何も言わないからって言っても、それはいや一人でやらせてくださいっていうわけじゃないですか。はい。それの理由というのはズバリ、そうですね、自分の歌を聴きに来てくれた方に自分を見られてるのとは違くて、なんかそのなんて言ったらいいんでしょう、はい、エンジニアさんっていう方が相手だとなんかちょっとひよってしまって、私が。わかる、俺ね、マジでわかるそれ。だからもうあれですよね、本当に自分の、納得いくまで、誰にも見られてないとこで満足いくまでやりたいみたいな感じですよね。そうですね。でも結局でもそれで撮ってきたものがああやってヒットしてるわけですから、はい、別にね、それではそれで正解というわけですよね、で僕それ貫いていってほしいですね。だからもうレコーディングの日には、はい、朝入りまーす、アロさん入りまーす、はい、ゾロ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 って言ってて、おじさんたちがザーって出てって、あとアドさんがスーッて入っていくっていう。いや、かっこいいっすよ、それはそれで。それはかっこいい。はい、それはかっこいいな。はい、アドさん出まーす、出られまーすって言ったら、おじさんたちがスーッて入ってって、出来上がったものを聞くっていう。あー、いいっすね。いや、僕もやっぱり、なんていうんですかね、人前で喋るのとか、あと、こう、はい、ビートボックス披露するのとかって、ネットだけで、やっぱり、投稿とかでやってくると、その、全然違うじゃないですか。はい。だから僕も超緊張しいで、はい、だからまあ動画の道を選んだので、なんかちょっと似てて嬉しい。すごい似てる。すごい。嬉しい。ちょっとさっきの YouTuber の質問とちょっと似ちゃうかもしれないんですけど、はい、歌い手じゃなかったら、はい、何してると思います今？ニートです。そうなんですか。はい、こういう歌以外に例えばこういう仕事についてたかなとかってのはあんまないですかね。いや、もう慣れてる気がしなくて絶対ニートだなって思っちゃいますね。いや、そんな歌に抑揚つけられるんですから大丈夫ですよ。そうですかね。そこはじゃあニートということで。ニートですかね。多分今ってレコーディングとか新曲のこととかでやっぱりこう少しでも練習したりとかいろいろやることがお仕事周りで多いと思うんですけど、はい、そんな中でこう、まあ、お休みって言ったらあれですけど、普段その仕事以外の時にどんなことしてどんな生活ルーティーンなんですか？そうですね、いや、もうずっと寝て起きてダラダラしてアニメ見てゲームしてみたいな。ニートじゃないですか。あ、嘘です嘘です。あ、でもそれをしっかりとそこでいろいろインプットして休んでリフレッシュして、ダラついてます本当に。ああ、いや、いいですね。そこ強弱があるってことですね。そうですね。そんな、じゃあお休みで一番のストレス解消法は何かありますか？でもさっきと一緒で、たくさん寝るか好きなものを食べるか。今やってくれてますよね。やりました。やってますよね。一緒。一緒。僕ヒカキンさんって疲れとか悩みとかなんかそのもう嫌なってなっちゃった時とかってどうするんですかっていう時に必ず同じこと言ってるんですよ僕。いっぱい寝て食うのみ、それ以外で嫌なこととかを忘れるのは無理って言ってて、うん、アドさーん、大丈夫ですかね、ヒカキンさんとか、はい、なんかめんどくせえ人だなみたいになって。いやいやいや、思ってません、思ってません。ありがとうございます。でも歌ってる時に、まあ、めちゃくちゃこうクールになったりガ
ーンって強くなったりとかってどう歌ってたらそういうスタイルになっていったんですかね。どう歌ってたら、そうですね、自分でもちょっと曖昧なホワホワしてる部分が、まあ、こうなる運命だったということですね。そうですかね。あ、でもやっぱり歌の歌詞ってやっぱりただの言葉じゃなくてちゃんと意味だったりストーリーがもう当たり前ですけど込められていると思っていて、はい、だったら例えばそのちょっと二人の感情の歌詞だったらその歌詞を強調させるためにちょっと強く歌ったり、うん、でその後にちょっと皮肉だったりちょっと切ない歌詞が来たら皮肉っぽくふざけて歌ったり、なんか切なかったらちょっと静かめに歌ったりみたいな、そこに合わせて歌詞に合わせて歌っていますね、基本的には。あ、まあ、それがどんどんじゃあそのめちゃめちゃ強弱がついてきたっていうことなんですね。そうですね、多分、はい、相当強い方だと思うんで、なるほど。よくあるやつなんですけど、はい、今日が地球最後の日だったら何しますか。そうですね、普段通り過ごしますかね。 Oh my goodness、 ちょっとこれは意外っすね。本当ですか。なんで風呂をもうたらふく食うとかじゃないですね。そうですね、でもなんかもう終わっちゃうって言ってもまあいっかみたいな、普段通り過ごそうみたいな感じですかね。諦めちゃダメだよ。じゃあまあしゃあないか、普通でいいよって感じなんですね。そうですね。おー、いや肝が座ってますね。僕だったらもうマグロ食いまくってしまいますね。泣きながら。いや、泣きながら。いやもうそれは悲しいですね。でもバーンってですね。これのじゃあつながりで、無人島にもし一つ持っていけるとしたら何持っていきます。帰りの船。一つのものに含まれちゃうんですね、船が。あ、じゃあもう片足くらいついてすぐに乗って帰るってことですね。いや、そうしたいです。大体の人ね、あのなんかね、ライターとかさ、なんか食い物とか言うんですけど、はい、船か。豪快だな。いや、もうそろそろラストスパートですね。はい、今18歳っていうことですけど、はい、もう10代は残り少なくて、10代でやりきりたいこととかやりたいことと、逆に20歳超えてやってみたいことって何かあります？一度ワンマンライブをやりたいですね。あー、いいっすね。そうですね、ちょうど阿蘇さんがバーンって有名になった頃にはもう今このご時世だったんですもんね。そうですね。いや、でもそれがもしこういつかそういうライブができる状態になってきた時に、はい、初めてこう阿蘇さんの生歌を聴けるっていうファンの人が集まった時のライブっていうのは、はい、めちゃくちゃ一生忘れない感動すると思いますけどね。そういうのを想像すると私もすごいワクワクしちゃいます。呼んでください。いやもうそんな、いや最前列痛い。最前列。あーだやらしてくれ。でもぜひいや、それちょっとでも楽しみですね。いや本当にやりたいですね。確かに一回も映像すらないってことですもんね。ええー、いや、どう聞こえんのかちょっと僕もめちゃめちゃ聞きたくなっちゃいますね、その響き渡る声。いや気持ちいいな多分。あ、じゃあ逆に20歳超えてやりたいこともなんかな。いや、まあお酒を飲んでそのお酒の楽しみを味わいたいです。あー、どんなになるんですかね、飲んだらね。どうなんなんでしょう。あと1年ちょっとで解禁ですね、じゃあ。はい。あ、いいですね、飲みすぎないように気をつけて。はい。いやいや、いよいよラストスパートということで、はい、ちょっとなんかもうちょいアドさんのボリューム上げてもらってもいいですかね。あの、僕の声をもっと大きくして、イヤホンですかね、今ね。イヤホンですね。イヤホンですかね。もっとクッと奥まで差し込んで、はい、もっとボリュームを結構マックスまで上げてもらっていいですかね、端末とかの。はい、上げました。結構上げました。はい。すごい匂いだ。あ、うわうわ、これまた、あ、すごいなこれ。あ、これ乗せちゃうか、これ。これ乗せちゃって、好きっすか、キムチとか納豆とかって。あ、好きですよ。
すいませんね、ちょっとあの取材中に食っちゃった。いやいやいや、はい、これ混ぜて食うとほらコンボ、コンボですよね。うん、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 うまっ、うん、うん、はぁ、はぁ、あれあぁ、すごいキムチと納豆のハーモニー。違う違う、なんか違う違うな、あの、はぁはぁ、うっせぇわ。やっと言ってくれた、やっと言ってくれた。でも、もっとほら、もっとほら、あの、ちゃんと言って、ちゃんと言って、はぁーって何すか。うっせぇわじゃないんですよ、アドさんのうっせぇ、はぁーって。ウィありがとうございます。すいません、あの、やっと理解しました。理解しました。はい、あの、すいません、あの、僕こんなうざくないんですよね、すいません。もうなんかやってる途中で俺超うぜえと思って、なんか心が痛くなってきちゃって、はい、違います。あーそう、あー、というわけで、はい、アドさん超うるさくしたらうっせえわと言ってくれるのか。言ってくれたやっと言ってくれた。あ、え、でもやっぱキムチと納豆で分かったんですよ、やっぱり。あ、絶対そうだって思って。よかった、用意しといて。いや、すいません、もうマジで俺クラッカーとかのあたりから心が痛くなってきて、なんか。そんなことないです。超めんどくせえ人だったんだって思われる。そんなことないです。あ、やっぱりさすがですね、やっぱり歌詞への思い、そのワンフレーズのね、歌い方一つまで歌詞に思いを込めてるってだけあって、はい、癖口ふさげや限界です、せんだよって言ってもよかったんですよ。言わないですよ。あ、でもそこでやっぱ分かってくれたんですね、嬉しい。あ、そう、だからこれ僕本当はうっせぇわって言いたかったんです、何回も。はい、一回も言わないようにしてたんですよ。すいません、あの、他の曲の話もなんかなぜか萎縮して言えなかったんですけど、僕はあのキラキラとか、はい、オドとか超好きなんですよね。いや、嬉しいです。はい、めっちゃ好きで、夜のピエロ、はい、ビリロイドリミックスも昨日、はい、気持ちいいって聞いてたんで。いやー、かっこいいですよね。かっこいいですよね。そう、あの、僕もテディロイドと一緒にあの曲作りとかしてるんですよね。うん、はいはいはい。 そこがちょっと共通点があって嬉しかったんですけど、はい、はい、というわけでちょっとあの本当に聞きたかった話がまだあるんですけど、はい、新曲会いたくて、はい、ミュージックビデオ公開おめでとうございます。いや、ありがとうございます。いや、僕ほんのさっき、はい、一回バッ聞かせていただいたんですけど、はい、おお、今までのアドさんとまたこれちょっと雰囲気違うと思って、はい、あのバラードじゃないですか、はい、で、なんか優しいと思って聴いてるじゃないですか、つったら B メロでいきなりパーンって裏声いったり、サビで、あ、サビも優しいんだって思った直後くらいにガーンって、はい、アドさんやーっていういい曲でした。いや、ありがとうございます。非常に、え、でもだいぶ今まで聴いてきたアドさんの曲となんかこう雰囲気違ってたなって思うんですけど、はい、今回の聴きどころはズバリ。そうですね、なんといってももう純粋なラブソングということで、私自身あまり普段もラブソングは歌ってこなかったんですけど、でも今回こうしてなんかまっすぐな純粋なラブソングを歌わせていただけて、そこは結構自分にとってもなんか新たな挑戦というところもありますね。あ、これもズバリ一人で精神と時の部屋で撮ったわけですね。精神と時の部屋で、そうですね。あ、いいっすね。うわー、ちょっと僕もあのおかしくなるくらい何回も聞かせてもらいますね。ありがとうございます。いやー、そして最後にちょっと本当に一つ二つだけ聞きたいんですけど、はい、今後の目標は。今後はそうですね、いつか埼玉スーパーアリーナでワンマンライブをしたいです。うわー、いや、このご時世じゃなかったらやってますよね。やれてたらいいですね。絶対できますね。いやー、どんなステージにしたいとかってやっぱもう自分でこう少しずつ想像とか描いてるもんなんですか。いやー、なんかいっぱいあるって言ってもなんかまとまってなくて、結局想像がついてないみたいな部分がありますね。ああ、そうですか。いや、でもそれここまで有名になって一回もライブとかしてない人って多分あんまりいない気がするので。そうですね、ぜひやりたいことをすべて詰め込んだ、はい、伝説のライブにしていただいて、僕は最前列で、はい、最前列で、はい、こういう感じで
親戚のおじちゃんみたいな感じで、あどーって言って、あもうマジで楽しみにしてます、それは本当に。いやもうありがとうございます。そしてこれは本当に最後の質問です。はい。10年後、何してたいですか？10年後か。何でもいいですよ、抽象的でも何でも。そうですね、10年後も歌っていたいです。ありがとうございます。いや素晴らしい答えだ。そんなとんでも。喉を大切にしてください。まあ、Ado さん10年後っつってもね、まだめちゃくちゃ若いと思うんですけど、はい、僕もなんかさ、10年後何してたらとか言われるんですけど、42か、わかんないっすねとか言っちゃうんだね、俺。はい。そう、いやでもめちゃくちゃいい答えが聞けて僕は嬉しかったです。いや今日は本当に冒頭からもううるせえうるせえわって感じでありがとうございました。本当にとんでもないです。ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。いやというわけで、これをご覧の皆さん、ぜひAdoさんのチャンネルのね、新曲会いたくてのミュージックビデオのリンク、動画の説明欄に載せておきますので直移動でお願いします。そしてAdoさんのチャンネル登録もぜひ、そしてこの動画のグッドボタン、高評価もぜひよければお願いします。その他ね、僕とAdoさんも SNS もやってますので、フォローもお待ちしてます。はい。いやー、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、本当に今後も新曲もそうですし、応援してますので。いやー、本当にありがとうございます。光栄です。ぜひ自分のスタイルを貫いて、作りを頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。Adoさんも多分出してくれてるということで、じゃんけんタイム。今、やってますか、Adoさん。はい、やってます。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。ブワイ。ダラク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 。